はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日やっていきましょうということになるわけなんですけど、はい、堀口秀俊さんに実際何かが起こったらということですね。はい。まあ、実際に何かが起こったらっていうのは、まあ、どういうことを意味しているのかなっていうのは、皆さんご自由に考えておいてほしいんですけど、空気を入れている人たちはそれを利用するんじゃないんですかっていうことですね。はい。で、松井先生のアンサーはこちらで、だから利用する可能性あるでしょって話です。だから、利用する可能性があるから気をつけましょうねって俺は言ってるんですよ。だから関わるなっつってんすよ。そうそう、だから関わるなって話をしてるんです。ここの動画見てる人たちに対して言ってるのは、だから堀口秀俊さんみたいになるよっていうとか、そういう組織には近づかない方がいいよと、ね、だから NPO 法人でも一般社団法人でも何でもいいですと、とにかく会計とか総勘定元帳や領収書とかを全部要するに公開して、そういうふうな弱者救済のための活動をやってますと、そういうことを少なくとも要するに出してない団体だったとしたら、基本的にそれ離れた方がいいでしょって話。万が一その要するに会計とか、その万が一要するにところで、本当は黒だっていうふうな状態になったとして、その情報を知ってしまった時とかって、どうすんのって話になるんです。そう。告発しましたって言って、告発した後、要するに自分が悪者にされる危険性があるでしょって話。だから、できるだけ近寄るなっていう話をしてるのはそういうことなんです。で、一番私が気にかけてるのは、これだから堀口秀俊さんが被害者になるっていう可能性だけじゃないでしょって話なんですよ。いいっすか皆さん。はい。世の中っていろいろね、事件ってあるわけなんですよ。だから都合の悪い、なんか例えば政治家とかがね、なんか5億円なんかもらいましたとか言うと、なんか秘書がなんかお亡くなりになったり自殺しましたとか、なんかエクストリーム自殺するようになりましたとかいうケースっていっぱいあるんですよ。はい。黒とは断定してないですけどね。黒とは断定してないですけど、そういう可能性っていっぱいあるわけなんですよ。世の中って全部公平公正じゃないですかね。民主主義国家でもそう公平公正であるかっていうと、そんなわけないやろって話なんです。で、松井先生が危険性を言ってるのはそこやろって話です。今はええで、カルピス軍団なんかシコシコ空気やってるって話になってるで、自分は要するに高みの見物でやってるっていう話になってて、自分たちは安全地帯だと思い込んでるやろって話です。思い込んでるやろって話なんです。で、ポイントになってくるんですけど、じゃあ例えば例としてセクシー田中さんの件はどうなる？例えば。自分たちが安全地帯やと思ってるわけやろって話なんです。セクシー田中さんの件に関して、要するに原作者とかでもあったやろって話。で、これ、どういう風になってる？これはちゃんと要するに時系列を追ってる人たちだったとしたら、ね、言ってる人だ、追ってる人だったとしたら、まず原作と要するにきちんと守ってくださいねっていうことを原作者の方が言いましたと。で、その状態で原作者を改変しましたと。で、原作者の作品を、原作の作品をガラッと改変してしまいましたと。で、編集者改変しました。で、それで原作者の人がですね、これちょっと改変しすぎてるんでダメですよっていうふうに言いました。で、原作者が要するに変えましたっていうことになってるにもかかわらず、まあ、インスタグラムとか、そういうんで、まあ、編集サイド側ですね。まあ、要するに日テレやったら日テレビ局サイド側の人間が要するに原作者のことを、ああじゃねえ、こうじゃねえ、つって悪口バンバン書きまくるみたいなことをやったわけですよね。まあ、直接は言及してないとか言うんやったら、そういう言い訳したいんでもしてくれよ。そうとしか見えへんから、ほとんどの人はな。はい。っていうことになってるわけじゃないですか。で、結果、どういうふうに彼らが言ってます？ネットの様子に誹謗中傷がたくさんあったので、セクシー田中さんの原作者の方がお亡くなりました。なんてやん。どんな認識したらそんな答えが出てくんねんと思う。っていうことをやる人たちでしょって。ね。それを真面目にやる人たちなんですよ。で、さらに要するに、あの、火に炎上バーってタンクローリー持ってきても ガソリンバーってばらまいてるっていう状態になってるわけでしょって。それダメだよねって話です。じゃあ、これもう一回になりますけど、もし不正な行為や不正なことをしている団体がありました。で、その関係者が一人お亡くなりになりました。追及しなくなりました。みたいな。で、追及している側が悪者になってメディアスクラム組んで、要するに、そいつの、追及してた側の悪口を言うようになります。つまり、島空あかねさん側の方悪口を言うようになりました。で、これが要するに大手メディアとかが作んで、スクラム組んで全部わーって言うようになりました。これ成功したって、みんな。これ成功したって。じゃあ一人ジャンダルク作ればええやっていうことになる。つやろって。これで沈静化することができますっていうことができるんやったら、じゃあ一人ジャンダルク持ってくればええやん。一人意見栄養室に持ってくればええやん。こんなひどいことをネットの空間ではやるんですねって言ってバン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 やって、それによって世論を要するにギューってねじ曲げて、ひばそらあかねさん悪いやつやなっていう空気感も作られたらですよ。これ作られたんですよ。これ、暇空あかねさんが終わるっていう人いますけど、暇空あかねさん終わったところでなんない
はっきり言うと、終わったところで何なんや。6億持っとんか ?3 億か6億持ってんの ?3 億6億持ってますっていう人がいてやで。終わるってかへん。関係ないや、別に。いや、昔からね、私は仕事もしないで、ゴロゴロしながら、ニートしながら、漫画やるように読んでたんですよね、って言って。世間から要するに、すごい勢いでバッシングもらいました。関係ないですよね。かわいそうなのは、ジャンヌ・ダルクにされた人だけですよ。はい。で、ジャンヌ・ダルクの人にされた人だけですよね、って。で、誰が、例えば、この場合だった場合、堀口秀俊さんがジャンヌ・ダルクに決定っていうふうに決まるんですかって。それ以外の人たち、安全なんですかって話です。っていうと、内部の人間の血が流れることになってしまうやろって話だ。どっちにしても。それは自分に来ないっていう根拠は何？例えば。そう。っていう話になる。じゃあ、自分が例えばこういうね、まあこれは要するに、若草バンドパップスコラボが今、不正行為をしてるか不正行為をしてないかって、一旦の、まあ仮に不正行為をしている団体があったとしよう。不正行為がしている団体、NPO でも一般社団法人でも政治家の団体でも何でもええわ。マスコミでも何でもええわ。で、そこがおかしいって言うんやけど、それは要するに基本的に巧妙に隠されて見えてない。で、住民訴訟や住民監査請求をやってみました。やってみた結果、どうもこれ黒っぽいぞって分かってきたと。で、判決が出る前だと。いうふうな判決が出る前だって、判決が出る前とか、監査請求が行われる前になりましたと。で、その関係者は遺書を例えば書いてました。SNS の誹謗中傷が辛くて私は死んでしまいましたっていうのに自殺として書きましたってことになる。ってことは、知ってる人間は自分にそれが来るんじゃないかっていうことを、疑心暗鬼になることになるかな。俺やられるかもしれないっていうのを全員が考えるようになるかな。じゃあその疑心暗鬼になった人はどうする。例えば俺がその疑心暗鬼になって、俺ひょっとしたら自殺っていうことでこう消されるかもしれないなっていう話だな。ワンピースの要するにベガパンクみたいな状態になったとしたら、どういう風な状況になるかって話。俺だったら一発やる。全部の情報公開する。全部の情報をダーッて流す。こいつこうで、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 こいつがとこいつがこうで、こうでって。で、さも要するに、偶然流出したかのような形を取りますよね、私は。っていう感じになって、あっちもこっちも要するに大変な状態になってるってなったら、隠しきれないになるから、自分だけ殺されたからって、これ、沈静化しないじゃんってなるから、これでダーってなるよ。誰が流したってわかんないですよ。そう、流したやつは自分が流したってわかってるけど、自分が流したのか、あいつが流したのかってわかんないっていう状態になる。で、私も要するに、アルパカ社長こと藤原カミナさんでしたっけね。藤原カミナさんがの動画見てるんですけど、まあ、ガンガン漏れてんしょ、もうすでに。多少だけちょっと見ましたけど、一本だけ見ましたけど、うん、ガンガン漏れとるやんけ、これ、ためながら。何や、これ、情報ボンボン漏れとるなって、しかも、全然関係ないところから漏れてるやんけっていう話になってるわけでしょって話。そう。ってなった時に、あいつ俺の情報流したと思うって。いや、俺お前の情報流してないよって。いや、お前しか持ってへんやんけ、こんな情報よって。いや、俺も俺じゃないよっていう話になるやん。で、そいつが、要するにウイルスに感染してるかとか、まあ、携帯に、おい、いい加減に扱ってるかって、証明のしようがないじゃないですか。それこそ。それ証明のしようがないじゃないですか。でも、そこ、内部では、自分の情報を売られたと思うから、ね、身内裏切ったったらすげえ腹立つから、殺人事件とか、リンチ事件とか発生する可能性全然あるでしょって話。わかります単純に。そう。だから、そういう感じになるでしょ。だから気をつけておきましょうねって話。で、今これがどういう状況かっていう話になるのかっていう話。だから私はずっと言い続けたのが、暇空あかねさんが住民訴訟や住民監査請求をやるときに、法律にのっとって要するに解決していくので、法律にのっとった通りに要するに行動しないとダメだよねって話をみんなに言い続けたでしょって話。法律にのっとった状態でやった場合は一番血が流れるのが少ないよねって。それから、そうじゃない方法を取ってるから、どん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 血流れたりとか、あっちこっちで不幸な人生まれたりとか、わけのわからん状況になったりとか、まあさらに要するに、おとなしおむらさんっていう、また怪物、怪物って言ったら怒られるかもしれないけど、またすげえ人をこう、召喚してくるっていう状態になっちゃってるわけでしょって、事態がどんどん悪化してるという状態ですよねって話。だから私初めに言いましてやんって話です。ことを大きくしたいんですかっていう。俺だから止まらへんと思うでって。だから住民監査請求と住民訴訟、この二つに要するにちゃんとどういう風に動くかっていうのをちゃんと見ていかないといけないよねっていうスタンスを私は取ってんのはそういうことです。他に要するにあちこち行ったりすると血流れる量が増えちゃうから、だから私は住民監査請求見てますと。住民訴訟をちゃんと見てますっていう体制を取ってるのはそういうことね。はい。皆さんよろしいでしょうかということですね。で、ここで皆さんが覚えておいてほしいのは、今現状こういう状況になってますと。だから NPO とかで働きたいですとか、ただボランティア活動に参加してみたり、その気持ちはすごくいいことだと思うんです。いいことだと思うんですが、皆さんにもうお勧めしません。はっきり言いますから。そんなん絶対お勧めしません。
っていうのは最低限やっぱり2つ3つやっぱりやらないといけないんです。入ってきたお金がどういうふうな金額なのかっていうのをこれはちゃんと出すと。で、入ってきたお金がどのように、使われているのか、寄付金を集めたのか、公金を集めたのか、まあ、これは2つ必要になってくるわけですね。で、寄付金を集めました、公金を集めました。で、総勘定元帳を要するにちゃんと要するに出しているかどうか。で、集める目的と使っている目的が一致しているかどうか。っていうことを、ちゃんと要するに、出せるよっていう団体が出てくるまでは、基本的にはあんま参加しない方がいいと思います。はい。まあ、それでも参加したいって人は自己責任でやってる。はい、で参加した結果不幸やりましたって俺に持ってこられても知らねえよって話だよね。はい、知らんよって。それ俺ちゃんと忠告してあげたじゃないですか。あの入るな危険って言って入ってくやつまで俺助けないからね。はい、だから知らなかったですっていう人が、あ、松井先生の話聞いといて助かったわっていうのは先生嬉しいんだけど、あの入らない方がいいよってわざわざアドバイスしたにもかかわらず、入っていって大変なことになったんです今更どうしましょう、自己責任ねっていう人なのね。はい、そこはそこ、ここはここっていうね話なんですよ。はい、自分の人生なので皆さん自分でねちゃんと決めれるようにしてくださいということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。